オークランドシベックシアターはニュージーランドオークランドにある2378席の客席を持つ文化的遺産劇場である。1929年12月20日に開場し、最近では2000年に改修及び保全工事が行われている。オークランドシベックシアターはオーストラレーシアでは最大の現存するムード映画館である。また、 この様式の映画館は世界に7カ所しか存在せず、シビックシアターはそのうちの一つである。また、館内のロビーは、インド様式をモチーフに作られていて、天井は、ドーム状、釈迦の座像、ねじれた柱などが見られる。メイン観客席はそれに近いムーアフー庭園を模している。かつては2750名収容だったが、改修によりその数は、微減したものの、 ニュージーランド最大の劇場の地位を保っている。シビックシアターはトーマス・オブライエンにより創造された。クイーンストリートにおける巨大な劇場を建設するアタリ・オブライエンはオークランドの富裕層のビジネスマンたちを説得、さらにはニュージーランド銀行より18万ニュージーランドドルの融資を受けた。 https://web.archive.org/web/20181223045040/https:assets, オ,オークランドライブ ,CONZ, アセッツ、メディア、図紙ビクトアスブロシア、PDF。ありがとうございます。